皆さんこんにちは、ロカダです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認、カスタムのご相談、付属店等は直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、 S&T スポーツライン G3 電動ガン HK416D14.5インチ、 ナイロンファイバー製の軽量で安価なスポーツラインシリーズ。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。サイズですけれども、全長が約805ミリから885ミリ、高さが約270ミリ、重量は約2354グラム、弾丸は6ミリ BB 弾使ってください。動力源はストック内にリポ 7.4 ボルトミニスティックバッテリーが収納可能、タミヤミニコネクターとなっております。相談数はスタンダード M4 マガジン340連全枚球弾式が、他のねスタンダード M4 だったら一応使えるということです。可変ホップアップシステム搭載、ハイダーは14ミリ逆ネジ、刻印は H&K、 UFC 製品保証書付き、手見事単発フルオート連発発射切り替え式の電動ガンになっております。このモデルは HK416 で、首の固定も樹脂製ながらしっかりとしております。4面レールね、はい、拡張性も高く、スコープもドットサイトも似合う、中距離遠距離まで対応できるモデルとなります。搭載されている G3 メカボックスは新設計のジェネレーション3メカボックスのことで、電子トリガーが搭載されております。セクターギアに磁石が内包されていて、サイクルをカウントするもので、従来のようにカットオフレバーによって機械的にサイクルカウントするものではないので、飛躍的にトリガーのキレが良くなっております。また低電圧による電子トリガーの破損を避けるため、低電圧カットの機能もついているので安心して使用できます。リポ 7.4V の加減限界値とされる 6.0V となっておりますので、それ以外のバッテリー使用時はご注意ください。ポップアップはチャンバーを開けていただくと、こちらにねダイヤルがありますので、こちらで調整してください。サイトはフリップアップ、はい、のフロントサイト、リアサイトがついております。バックアップサイトなんでね、すぐにポッと出せる感じですかね。狙った感じは普通、ホールもちっちゃすぎず大きすぎずって感じでね、後ろのホールもそんな感じですね。セーフティーセレクターは、片側だけですね。こちら今セーフティーセミオートフロードという形です。それでは実際に打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。弾速の方上がっていきます。 83.32、83.78、 5m 打っていきます。何もないところにフロート打ちます。結構残るね、まあ、満タンじゃないんですけど。なるほど、結構サイクル早かったのかな。思った以上に早かった。これ7.4だもんね、家さんね。いいんじゃない。なかなかスポーツラインってことでね、まあ、HK だとバンビになってるところとかも端折られて片側だけにセレクターがなってるとかねありますけど、このサイトでねちょっと上のちっちゃいターゲットとか狙うのはちょっと厳しいんですけど、狙えないことはない。ただ弾道は非常に素直だったんじゃないのかなと思います。ガタつきもね、首は大丈夫なんですけど、ちょっとこうストックがカタカタってする感じはあるけど、まあ打ってグラグラしちゃうとかいう感じではないので、まあ、値段的なところとこの軽量な感じもサバゲーで使いやすいんじゃないかなと思いますし、これね箱に入ってる段階で本当はこれついてないんですよ。多分コンパクト化なのかな、箱のここ直で外すと、ここにハイダー直付けしちゃえば結構短いモデルにもねなると思うんで、これいいんじゃないのかなと思う点ですね。で HK の刻印も一応入ってるんだよね、これね。はい、416G ですね。スポーツラインで安価になってますので、ぜひご検討ください。はい、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは S&T スポーツライン G3 電動ガン HK416D14.5インチ、ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。